全てはハグで解決する。はい、どうもニヤニーです。本日はキングオージャーの方のニヤニーのワットをやっていきたいと思います。昨日のこちらの仮面ライダーギーツの方のニヤニーのワットをもう見ていただけましたでしょうか。まだ見ていないよって方はぜひこの後にでも見ていただければなと思います。今日もですね、ちょっと特に今回は多くコメントをピックアップしたかなと思うので、まあ、僕のコメントもまあそこそこにしておいて、皆さんのねコメントの方をちょっとメインに紹介していけたらなと思います。それではやっていきましょう。チャンネル登録するまウエストポーチさんからのコメント。現在の戦いのメインは人間対バグナラク、そしてそれもそろそろ一段落しそうな雰囲気です。そして次回ゴッドキングオージャーの登場過程として、王様だけではなくそれぞれの側近や国民など現代を生きる人々が協力して世界を守るという激アツ展開が見られそうです。とはいえキングオージャーはまだまだ中盤、今後これを上回る展開はまだまだ用意されているはずです。私はどこかで歴史が気になると思います。これまでの戦いは基本的には現在の人類対現在のバグナラク、そしてこれからは時空を超えた戦いが始まるのではないでしょうか。例えばジェラミー含めた6王国の過去、現在、未来の王に、ラクレス、デズナラクを足すとちょうど20人になります。これはですね、ちょっとねありそうですよね。確かに現代の時間軸だけではネタ切れ状態になってもおかしくないぐらい、物語のこの展開のスピードってめちゃくちゃ速いと思いますし、逆にこのまま現代の時間軸だけで最後までいけば、いやこれすごいなっていう風になるし、まあコメントでもあったように過去と未来の話も盛り込まれてきたらそれはそれで面白そうやし、ここもですねちょっと技術と関連した内容になってきそうな気もするんですよね。そうなるとやっぱりこうね、考察の幅もどん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 広がっていくわけですよ。技術と関連することが多いといろいろね、過去には僕はこの動画で話したわけなんですが、これまでですねスーパー戦隊はバーサスシリーズとして、そして仮面ライダーは冬映画で前作のシリーズとのコラボはほぼ毎年行われてきたわけなんですが、これまでキングオージャーが技術に合わせてきているのであれば、キングオージャーバーサス技術みたいな新たなシリーズが誕生しても良さそうやなというふうにね思うんですよね。スーパーヒーロー戦記やスーパーヒーロー対戦などは、まあその時に放送されているライダーと戦隊のコラボ作品ではあるんですけれども、そういう作品は必ずこのレジェンドたちが関わってきていましたが、キングオージャーとギーツだけのコラボ作品とかちょっとね見てみたくないですか。こんなに関連させてきているということはという感じでですね、僕は密かに期待している部分がございます。はい、では次行きましょう。ヤシロンさんからのコメント。デズナラクが悪かどうか問われればやはり悪だと思います。今回の話でデズナラクは自分たちが生まれながらにして背負わされていることになった罪の原因、2000年前に何があったのかを知らないと言っていました。彼の考えを知りバグナラク側の言い分にも考えさせられることが多くあると思う一方で、それは地上で生きている人類も同じ条件なのではないかとも考えられます。人類にとってバグナラクは絵本に登場する悪者として伝承されていますが、おそらく実際に2000年前に起こった戦争の真実を知る人はいないでしょうし、バグナラクを地下深くに封印した者たちも亡くなっているはずです。つまり物語開始の時点では積極的に敵対する理由がお互いにない状態でした。しかし封印が解かれたデズナラクは真っ先にシュゴッタムへと侵略をすることを選択してしまいました。これはギーツでもあった罪を憎むが人を憎まない精神の真逆で、理性よりも感情を優先してしまった結果でしょう。デズナラクも王様である以上、自身の抱える憎しみの感情に流されず、バグナラクという国を思うならば罪の清算もしくは汚名挽回を考えるべきだったが、人類を攻撃してしまったことはやはりバグナラクを伝承通り悪だったと人類に思われ、話し合いの機会はデズナラク自らの選択によって潰してしまいました。なのでデズナラクは選択を間違えた王様として悪なのだと思います。これはちょっとね、まあ、今回は特に考えさせられる内容でもあったので、僕はですね、この一概に悪というのは、なかなか言えない派ではあるんですよね。やっぱりこのね、国ごとに文化であったり、まあ、習慣や風習っていうね、違ったりするじゃないですか。
お互いのことを知らない状態で相対してしまったがゆえの1話以降人間 VS デズナラクが始まってしまったのかなとも思うわけなんですよね。そういう面でもデズナラクが地上のことを知らなすぎた、人間側もバグナラクという国のことを知らなすぎた、だからお互い様と考えてもいいんじゃないかなというふうにね僕は思うんですよね。なので一方的にこのねデズナラクバグナラクたちをね悪い悪だっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうにもね思うわけなんですよね。僕たちも例えばそのね海外旅行行く際はその土地のことをある程度知っておかないと痛い目に遭うことってありますよね。日本での常識が海外では非常識だったりもしますよね。例えば日本ではですねこの可愛い子供であったり赤ちゃんがいればこう頭をねよしよしするっていうシーンもあるとは思うんですが、例えばそれがタイでは頭を触る行為はタブーとされていますよね。タイでは頭部は精霊が宿る場所としてこう神聖視されているわけなんですよね。で次はどこの国か忘れたんですけれども、日本ではこっちおいでとね手招きをする仕草は他の国ならば真逆のあっち行けというね意味の仕草だったり、日本では OK を表すこういうねジェスチャーは他の国ではこれねお尻の穴を表すジェスチャーになる場合があったりもするんですよね。モッフンが言うように知らなかったで済んだら裁判所はいらないよ事案なんですよね。例えば1話でバグナラクがシュゴッダムに来た時、こうサナギムたちはこう武器を持ってうおーみたいな感じに、ね、なっていたと思うんですが、それは人間からすると伝説として語り継がれてきていたあいつらが武器を持って襲いかかってきた、侵略してきたってなるわけなんですけれども、実はあれは武器を上に掲げることで危害は加えないよみたいなこう友好の証であったりとか、まあ日本でいうこの白旗を振っている状態だったと考えればどうでしょうか。あのシーンお互いのね行き違いになりそうですよね。またですねこのねバグナラクのシーンでサナギムたちがこうね殴り合いというか戦闘しているシーンとかもあったじゃないですか。あれが例えばそのバグナラクでは日常的な光景なのであれば、まあ一種のスキンシップとも考えられそうですよね。そうなるとやっぱりこの問題は文化の違いとも考えられそうなんですよね。なので一回このねキングオージャーという物語、バグナラクという国の文化をね僕たちの物差しで測るのはこう間違いなんじゃないかなというね疑問を持った方がいいのかもしれないですよね。いやこれねちょっと本当に、ね、深すぎる話になるんで、またね物語が進んでいって、あれこれもしかして当たってるかもとか、今回言ったことがやっぱり間違ってたかもみたいなのがね分かってきたら、またその都度ねこういう解説であったりとか、もう自分なりの見解をね話していけたらなと思います。ちょっと長くなってしまったのでどんどんいきましょう。では次のコメントです。おはぎもちさんからのコメント。デズナラクを救う方法が見つかりました。ハグです。何言ってんだと思うかもしれませんが、本作はハグをすればうまくいきます。24話のギラはちびっこブーンと仲直りをしました。ギラは6話でブーンをハグしています。この世界でハグをすれば何があっても仲良くなります。10話のリタとモルフォーニャもハグをしていますね。それから他国と協力しデズナラクを倒すことができました。ハグは解決フラグです。つまりジェラミーがすべきことはデズナラクを抱きしめろ。以上、巨大化したら巨大ロボで抱きしめろ。というわけで来週はロボとデズナラクがハグをしてめでたしめでたしになると予想します。そうなってほしい。いやこれね当たってそうですよね。というのも最初のこのねゴッドカブトが出てきた時の解決方法って、こうカブタンとクワゴンがハグしていましたよね。ハグしてから問題が解決していったっていうことがあったので、本当にねこのねさっきのカブタンとクワゴン、そしてリタとモルフォーニャ、ブーンとギラみたいな感じでハグで解決してきている事例があまりにも多いんですよね。なのでこれねジェラミーがこうねデズナラクにハグをする、もしくはこうギラとデズナラクがハグしたら一番なんか問題の解決の近道って感じもしますよね。いやこれはね当たってると思います。はい、では次行きましょう。YMG さんからのコメント。24話その他もろもろから、1ザリガニ、ググったらザリガニ、ザリガニと出た。ちなみにタニジームことタニシはタニシ、やっぱり虫がついている。2デズナラク、飛び込む直前に何食った。
デズナラクは穴に飛び込む直前、何かオレンジっぽく輝く何かを食べていましたけど、まさかレインボージュリラと同じ成分ではないかと思う。天と地をつなぐ橋に関しては北欧神話のビフレストもあるんだよなと思ったら、ずっと前から気になっていた謎がある。3. バグナラクという名前。ずっと前から気になっていたバグナラクという名前の謎、個人的には由来は2パターンあり、バグナラクとラグナロク。ラグナロクとは神々と巨人が最終戦争を起こすことで神々の世界はそれで壊滅することか。北欧神話によると神々の世界にも終末が訪れるとされている。とすると今後の戦いの果てに世界の終末やシュゴッドの終焉が迫るかもしれない。4. 第三勢力こそ敵だよな、カメジム。最近チラチラ出てくるカメジム第三勢力説だけど、問題はモチーフ。人間には虫にも有害と呼ばれ、災害とか公害とか異常気象とか考えたけど、やっぱり毒性のある化学物質、つまり殺虫剤対シュゴッド兵器考えたら、殺虫剤モチーフの何かが来そうな気がしてならない。 5. カグラギ命を落とす説から気になったこと。前回やった考察見て個人的に連想したのが、日本ミツバチにしかできない必殺技、熱殺蜂球。これはスズメバチを無数のミツバチで覆い、48度ほどの高温を起こしてスズメバチを成敗する方法だけど、代償として熱殺蜂球に参加したミツバチ全員寿命が大幅に縮んでしまうらしい。最近の漫画でよく見る命を代償とした必殺技をも考えると、それっぽい禁断の隠し玉でもあったりしないよねとか思ってしまう。 6. ジェラミーのやらかし。思えばジェラミーは2000年前の戦いが終わった直後に生まれていたため、正確な情報は親から教わる必要があるはずだけど、よりによって親が間違ったおわ歪曲した情報を我が子に教えるメリットがあるわけがない。ジェラミーが不老長寿を生きることを知る前提であるなら、親は正確な歴史の情報を教えて当然だと思うけど。 PS ドゥがちゃっかりお祭り満喫してた。いや、これね、いろいろ挙げてもらったんですけど、これ全部面白かったですよね。例えばこのね、殺虫剤モチーフであったりとか、こうカグラギが命を落とすときにミツバチならではのこれ必殺技をするんじゃないかな、命を削る必殺をするんじゃないかなっていうね、この考察ちょっとね面白いし、カグラギやったらなんかやりそうやなって感じがしますよね。いや、これまた面白いですね。はい、では次ね行きましょう。今週の森考察でございます。デズナラクを見ていると特急ジャーの Z を思い出します。闇の皇帝である Z ももともと深い闇の中にいましたが、ネロ男爵の策略によって地上に姿を現します。闇の存在ではありますが、主人公のライトのキラキラに憧れ欲していました。光と闇ということで敵として描かれていましたが、ただ光と真逆の存在だったので敵とされてしまったとも思います。つまりバグナラクも人間とは違う存在だったために敵として描かれてしまった。姿や文化、考え方が違うと邪道と考えられてしまう。そこをついて争いをしたのがカメジムの先祖なのではないでしょうか。もしくは進化を考えれば昆虫より人間の方が後の存在、バグナラクが侵略したのではなくて人間が侵略したとも考えられますよね。このコメントでちょっと驚いたのが、森子さんずっともうここ10年ぐらいの作品をしっかり見ていて考察してたんかなっていうふうに思ったんですよね。僕はね、この考察というのは本当にこのねセイバーからしっかり始めて今に至るって感じなので、それまでの作品って普通に楽しんでたんですよね。物語をこう考察するわけでもなくて、あ、今後こうなってくるのかなじゃなくて、まあ毎週毎週見て、あ、楽しかったな、今日も面白かったなみたいな感じで終わってたんですけれども、森子さんはおそらく10年以上物語を見つつ考察しつつみたいな感じでね、過ごしてこられたのかなっていうふうに思ったわけなんですよね。特急じゃってもう大体10年ぐらいになりますよね。次が10周年かな、でくらいもう10年ぐらいやってるって考えたらやっぱりすごいですよね。で、この最後のやつ、昆虫より人間の方が後の存在ということで、まあ、バグナラクが侵略してきたんじゃなくて人間が後に誕生して侵略して今の状態になっている。これはね、
ありそうですよね。いや今回ねほんまにこのピックアップしたコメントって僕がうわなんかありそうやなって思ったことばっかりピックアップさせてはいただいたので、あの皆さんもねあのな結構共感していただいた方も多いんじゃないかなというふうに思います。いやこれね本当に今回は特に面白かったし、物語の内容が面白ければ面白いほどこのコメント欄も湧いて湧いて面白くなってくるんですよね。なので次回もおそらく最高の最終回をね迎えるとは思うので、あの皆様のね考察コメントを楽しみにお待ちしております。ということでですね今日はこの辺で終わっておきましょうか。明日は、ちょっとね湖水辺の方で2日連続でねあのアコスタで参加してきますんで、明日はこちらの面々とね、いろいろ回ったり回らなかったり、まあまあ回ったりはするんですけれども、なのでキングオージャーじゃなくて仮面ライダーギーツの感想&考察会は、一応月曜日にお送りする予定とさせていただきます。なので明日は皆さんあのこれこのコメント書きたいってなっても一旦こうこらえていただいて、動画が公開されましたらぜひコメント欄に、書き殴っていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするマフ。これからはマフンとずっと一緒マフ。もうニヤニヤチャンネルから逃がさないマフ。